よちまるラジオもですね、毎日毎日更新するようになるとね、ネタが尽きるどころかネタが湧いてきちゃって、週にじゃない、一日に朝と夜2回出さないといけないぐらい喋、りたいっていうかね、あのなんかこう話すネタっていうのはあるなと思ってきて困っている、今日この頃です。今日から47歳の私でお届けする形になりますが、何も変わってはおりません。はい、まあまあまあいろいろ話すことありますが、今日も、話題の方に行きましょう。はい、今日の話題はクリスマスツリー。クリスマスツリーを多分今日か今夜か明日の夜ぐらいには飾るんですね。うちは毎年ですね、11月の17日の僕の誕生日を境に、あの音楽がクリスマスに変わったりクリスマスツリーを飾るっていうことになっています。街中は違うよね。今11月に入るともうクリスマスってことにしてるじゃない。早いよね。スターバックスなんかでももう随分11月に入ったぐらいからもうクリスマスモードでしょ。それもね、もういつもなんか人の悪口ばっかりになっちゃうってあれだけど、まあそうした方が売れるからでしょ。昔はもっとこんな早くなかったよね。12月に入ってからぐらいじゃないの、どんどこどんどこね、クリスマスのムードにしちゃえば物が売れるからと思って、調子こいてんじゃねえよっていう、あのね、それで12月の25日超えたらもうすぐにお正月飾りに変えるっていうね。もうこういうのもこのコロナのことでやめたら、うちはこのクリスマスツリーを飾ったら片付けるのがめんどくさいので、1月のあのなんかちょうどいい頃にしまいますけどね。クリスマスツリーってあのもみの木ってことになってるからね。まあ今はみんなプラスチックだけどもみの木っていうことは、エバーグリーンなんですよ。エバーグリーンっていうのは要はエターナル、永遠の緑、こういうものを象徴してるわけですよね。つまり永遠っていうものがさ、人間にはその愛別陸っていう、ね、好きな人ともう別れなくちゃいけないっていう悲しみを人間は背負っているので、そのエターナリーなものに対しての願い祈りっていうのは強くあるよね。そういう意味で言うと、モミの木もそうだし、ヒイラギなんかもそうだね。クリスマスでヒイラギっていうのもあれもエバーグリーンっていう意味でしょ。だから、日本で言ったらそれが門松になるっていう、松っていうのも針葉樹で、モミの木と同じエバーグリーンを象徴してるわけだよね。でこのクリスマスツリーっていうものをまあ飾るわけだけどまあヨーロッパのクリスマスツリーっていうのを見るのと、僕はニューヨークにちょっと住んでたことがあるので、ニューヨークのロックフェラーセンターの、下にね、スケートリンクができて、そのスケートリンクの脇にまあでっかいクリスマスツリー、もうバカみたいにでかいやつを、ビル5階建て分ぐらいのもみの木をさ、なんかどこかから持ってくんだよ。今年はこれに、ロックフェラーセンターのこれにしようって、なんか10月ぐらいだか9月ぐらいだかにもうなんかそのニュースが出て、もうこれになりましたみたいな。でそれ多分持ってくんでしょ、アメリカだから巨大なトラックでね。でそれを飾って、それがまあクリスニューヨークの一つの風物詩だということでね、オーナメントを飾ってっていうのがありますね。で僕もやっぱり向こうに住んでいた時に、
まあ、オーナメントの、華やかさね、でまた面白いようなものがいっぱいあるので、それを結構買いだめていて、それが今の豆彦のオーナメントに、まあ、なってるわけですよ。で例えばくるみ割り人形なんかも、まあこれクリスマスのね、あのそれこそチャイコフスキーのバレエ音楽ですけど、このくるみ割り人形なんかも、オーナメントに飾られる一つなんだけど、くるみとコーヒーを作った時にね、くるみ割り人形のあの人形ってなんで警察官の格好してるか知ってる？警察官だとか王様だとかっていうものは、あれはね、その昔、まあ、東ドイツああいうところの庶民がね、くるみを割る時に、まあ警察官だとか王様だとか、まあその身分の高いようなやつらの頭は硬いと、でそういうやつらの顎でそのこの硬いくるみを割らせるっていうことでね、まあお前なんかくるみでも割ってろこの野郎っていう、そういう皮肉シニカルな思いがあってね、あれみんな兵隊とか、警察官とか王様とかってか格好してんのよ。それでね、町田の方にね、そのくるみ割り人形ばっかり集めてるおじさんがいるんだよね、いたんだよ。それでね、くるみとコーヒーやった時にそのくるみ割り人形をね、そこになんとかお願いしようと、で東ドイツの方からそのじゃあ特注してね、身長ほどのサイズのくるみ割り人形を取り寄せようってことでね、まあ今でもお店に鎮座してると思うけど、あれを取り寄せたことがあるんだけどね、あれとね、その比べるとニューヨークなんかのくるみ割り人形って本当に派手だから、同じくるみ割り人形一つとってもやっぱりアメリカに移ると物を売るっていうことからするとね、カラフルで、まあ可愛いのは可愛いよね、その可愛らしさが出てる。だからサンタクロースなんかももともとね、ヨーロッパの方のまあセイントクロスさんっていう人だと思うんだけど、それがコカ・コーラによってね、赤と白に衣装変わって今のサンタクロースになったっていうようにね、物を売るっていうことはね、まあやっぱり分かりやすさと可愛らしさと人間の気持ちをくすぐる、そういうようなことがうわーってなるっていうね、子供っぽさっていうものをくすぐるっていうことがとてもあると思うわけで、どの話それちゃうけどね、クリスマスソングってっていうものがあってね、クリスマスソングってまあいろんな真っ赤なお花なのとか、ジングルベルジングルベルとか、ホワイトクリスマスとか、そういう音楽っていうのはみんなね、戦後のまあニューヨークでできたものなんですよ。でそのニューヨークの、まあ、ユダヤ人たちに、まあ、こぞってね、クリスマスソングっていうのはまあ、一つのクリスマス商戦、物が一番その1年でも売れる時期だから、こういう時に、まあ、こぞってねクリスマスアルバムを出すっていう中で、そのクリスマスソングを作る。だからクリスマスソングっていうのは聖歌とは違うね、賛美歌っていうんじゃない、クリスマスソングっていう、一つのジャンルを、まあ、作るってことだね。だから賛美歌っていうのはさ、神様、ああ神様とても私たちをお守りくださってどうもどうもいつも感謝してるっすっていうのが、賛美歌でしょ。だけどそのクリスマスソングっていうのはさ、ああ私がちっちゃい時にこんなことがあったのよ、ソリで遊んだわね、マシュマロを焼いて食べたわね、雪がなんかあってそのなんかとても楽しかったわねっていうようなクリスマスの日の思い出みたいなものを歌う、これはクリスマスソングで、このクリスマスソングが今となっては、とてもメロディーもね、それこそエバーグリーンで
もう今となればスタンダードナンバーになってるわけだけど、このクリスマスソングっていうものを、作り出したのはほとんどがね、キリスト教徒ではないユダヤ人だって、ユダヤ人が作り出したっていうのはね、とても面白いなと思う一方で、このユダヤ人のたちが、まあ、物を売らんからなんで考え出した、まあ、ハリウッド映画もそうだし、そのアメリカのエンターテインメント、メディア含めて、そのユダヤ人の人たち、まあ、ユダヤ人って簡単に一括りでは言えないんだけど、そういう人たちがね、そのどん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 、まあ要は物が今までのように売れなくなってきたってことだろうね。だから今まではその貧しい時代に物を売ろうとして、華やかなデザイン、そこにしのぎを削っていた、これはまあ本当にいい時代だったわけだけど、それがもう行き過ぎちゃって、もう物が売れないとなるとね、いいデザインというよりは何かこうコラボするとか、何か本当に物を売るってことが露骨になってきちゃったってことはあると思うんだよね。でこのクリスマスツリーもそういう意味で言うと、最近は、緑のエバーグリーンどころか白いのがあったり、青いのがあったり、まあクリスマスツリーそのものがもう本来のクリスマスツリーの意味ではまあなくなりつつあるなと、こと渋谷の公園通りのイルミネーションが全部真っ青になっちゃうのとか見るとね、もう何の意味もないもんね。クリスマスツリーの、イルミネーションっていうのが少しそのオレンジ色っぽい光である理由はさ、それはそういうもともとろうそくに由来するような色温度の低いものがねあるわけじゃない。それがまあまあ真っ青になっちゃうと、もう何のこっちゃか目立てばいいっていう世界になっちゃってね、まあああいうのを果たして文化って呼ぶのかどうかっていうふうに、いつも嘆かわしく思ってるんだけどね、ゼビオとなぜか色が同じになっちゃってて、まあまあいいや。でね、このクリスマスツリーを飾るっていうのを今年もまあやるわけだけど、まあ、毎年そのためにクリスマスツリーを保管してオーナメントも置いといてね、それはお雛様と一緒ですよ。そのために倉庫があって、そここの何度から持ってくるっていう。でこれもね、やっぱりクリスマスツリーを飾るっていうことって、その飾っていること含めて一つの儀式だと思うわけ。クリスマスツリーを出す、そしてオーナメントをみんなで、まあ子供たちなら子供たちと一緒に飾るっていうね。でこういうのもその各家族では面白くないわけよ。そのオーナメント出してやっても全部お母さんが一人でやるわけでしょ。でまあ子供が一人ならね、その一人の子供としかやらない。だから本当ならクリスマスツリーなんかももう各家に飾るっていうんではなくて、まあ、アメヒコのクリスマスツリーを飾るのに、まあうちは家では飾らないけど、まあ、アメヒコの飾り付けにうちの子供も参加していいですかっていう風になった方が本当はいいやねと思うわけ。だってめんどくさいもの、1年間そんなもの保管しとくのもめんどくさいっていうとちょっとネガティブだけど、そのめんどくさいっていうよりは一人の人、母と子のためだけにやるにはあんまりこう面白みがないって思うのよ。だから家族がたくさんいれば別だけど、何でも母と子一人ずつっていうのはどうかなと思うわけ。だからここにね、クリスマスツリーだ、うちなんかもそうだったな。うちっていうのは僕のちっちゃい時も、まあお母さんがなんかごそごそ出してきて、なんか昔のクリスマスツリーだからね、なんかツリーに綿かなんか乗せちゃったりしてね、雪の代わりに。今あんなことやってるとこどこにもないけど、なんかそんな風にしてクリスマスツリー自体はなんか思い出として残ってるけど、お母さんがなんか一人で忙しそうにカサコソ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 ねやってましたけど、
だから本当はこういうのはみんなでね、まあおじいちゃんがいておばあちゃんがいて、そのおばさんがいておじさんがいてとかっていうふうになるならいいんじゃないの。でも何でも各家族にね一個ずつクリスマスツリーなんか売ってたらもうめんどくさいから、クリスマスツリーもちっちゃいのでいいわってことにはなるわね。誕生日ケーキだってちっちゃいのでいいわっていうふうになる。でもね、それをそれは問題だと僕は思いますよ。だクリスマスツリーの本来の意味からすれば、やっぱりみんなで、1年間、まあ、今年も無事に、まあ、例えば収穫が終わってね、よかったねっていうような共同体としてのシンボルとしてのクリスマスツリーっていうのは当然あったと思うわけ、宗教観も含めて。それが個別ってことになればさ、クリスマスツリーはもうスマホの待ち受けでいいやってことになるよね。そんなみんなで見せるったってね。でもそういう風になってしまうのはどうかなと思う。でもじゃあその共同体っていうのはどうやって結ぶのかってことだよね。だってそれにはやっぱりまあもともとコミュニケーションの能力っていうかね、コミュニケーション、その人見知りじゃないような人はどこに行っても、あの今日から俺たち家族なっていうことはできるかもしれないけど、コミュニケーションっていうものが苦手な人、苦手な人はさ、やっぱりそういうところになんかみんなで一つのクリスマスツリーを飾ろうなんてなかなかできないもんねと思う。だからなんとかこういうね、なんかできないかなって思うけどね。まあ、あのさよならとマシュマロって映画を僕撮った時にもクリスマスツリーをね、飾りつけるっていう話が出てきて、やっぱりマミフクでもクリスマスツリーを飾るっていうことは恒例の儀式にはなってるわけだけど、でもね、毎年毎年同じメンバーがもうやってるわけじゃない、もう毎年下手すりゃ違うメンバーで飾ってるっていうことがあるからね、マミフクっていうもの自体も家族っていう形にはまあなかなか結べないし、家族って言葉自体に抵抗があるっていう人もいるよね。僕だって別に家族ってものが好きっていうわけではないから。ただいろんな昔ながらの伝統的な儀式、おせちなんかもそうですけど、伝統的な儀式っていうのはそもそも各家族には対応してないわけよ。みんなその子っていうよりは一つの共同体として維持できればそれでいいと、子よりも共同体を優先するということで、でもそうするとね、そのみんなその共同体の繁栄が自分の喜びになるっていうように教育されないと、なんで共同体のために私が犠牲にならなきゃいけないんだと思ってたらね、どん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 子が加速してしまうから、そうするとやっぱ共同体の長っていうものが必要だしね、とかなんとかいろいろ思っちゃうね。はい、全然クリスマスツリーの話からそれちゃいましたけど、まあということで、明日からはマミフクもクリスマス一色です。どんなとこにもいるもんだ、一生懸命頑張ってる、それで「ポッポやベー」